おはようございます。お願いします。あ、あ、北斗、あ、こっちがバルブレイブ、角ブブ行くか。こっちバキで角だけ空いてんだ。じゃあ角にしよっか。もう全然場所悪いけど、まあいいわ。やっぱ北斗にみんな行ったね。でもね、北斗、俺ゴールデンウィークマジで出してる店知らないんで、はい、バルります。ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。そしてタイガです。はい、ということで本日は2023年5月7日でございます。日曜日、ゴールデンウィークがついに最終日と。昨日ね、佐賀県で収録しておりましたが、そこから本日は岐阜県に移動してやってまいりましたが、変わらず全国的に雨模様ということで、本日もまあまあな雨が降りしきる中やってまいりましたのが2回目になりますね。岐阜県の、プレイランドキャッスル大垣店、はい、こちら今年の正月ですね、1月2日とかに確か来て以来2回目ということになりまして、正直正月はもうなんかわちゃわちゃしてて、もう人もすごかったですし、まあちょっとようわからん感じで、実質初戦ぐらいの感じだったんですが、モバイル抽選でねやっておりまして、なので全体が何人いるかわかんないんですけれども、一応話しかけられた方で200何番を引いたっていう人もいたんで、まあ、参加人数は200人以上いたのかなというところで、私の抽選番号がモバイルで37番で、実際お店に来た並びで27番ということで入場しまして、まあ早い番号の人は結構北斗に行ってましたが、まあ、ちょっと昨日バルブレイブ佐賀県の動画見ていただければ分かるんですが、推定高設定積もって時間がねどうしても足りなくて出し切れず、まあそれでもそこそこ出たんですけど、ちょっとまだ不完全燃焼ということで、まあこのお店、私常々言ってますよね、この世界には2つしかありませんと。パチンコ屋はバルブレイブに設定を入れる店と入れない店っていうところに関して言えば、このお店は本当に分かりません。2回目だし来るの分かりませんが、行ってみようかなって。分からないっていうことはまだ打てるってことなんですよ。この店は使わねえっていう確信があれば打てないんですけど、分からないんだったら打ってみて。で、正直北斗に関してはこれ、いろんなお店のデータとか見ててもゴールデンウィークだいぶ回収に入ってるお店が多いです、全国的に。要は今までとは全く打って変わって、はい、なんで北斗も台数的にギリギリ取れそうな番号だったんですけど、正直北斗はもうゴールデンウィーク以降、もちろん本当店によるとは思うんですけども、大半のお店が特にゴールデンウィークはもうだいぶ設定渋くて、もう鬼のようなマイナス3枚の台が多いっていうのをネットとか見ててもね見るんで、低設定の北斗打つ気全くないんで、はい、ならまあバルブレイブで判別ができた時に、いやドライブ全然飛ばねえけど出たわっていう勝ちパターン、もしくはあれ積もっちゃった出ちゃった、どっちでもいいんですけど、はい、勝ち目指して最終日ゴールデンウィークやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでバルブレイブ連日ですね、昨日もバルブレイブ打って、昨日は推定設定、まあわかんない 4ってことにしますか、はい、4のバルブレイブで、まあ、いい具合に出ましたんで、まあ、今日はもちろんお店も変わって、このお店のバルブレイブ正直わかんないんですけど、本当にわかんないけど、ちょっとまあ打ってみましょうということで、まあ候補としてはまあ北斗はね基本、まあ、ちょっとないかなっていうところと、まあ鬼武者とかカバネリが24台あって、でもカバネリも別にねっていうところで、まあまあブブブかなっていう、角ブブをねちょっと様子を見たいなと。ちょっと様子を見るぐらいではあんま効かない台なんだけど、サクッと当たってくれればいいけど、朝ブブブはねミミズのリスクを背負うからね、ミミズとの相性がめっぽう悪いんで、まあ、ミミズと相性いいなんてことはそんな人いないと思うんだよね。ミミズだったらもうその時点で設定も減ったけどもなく終わりだから、まあまずはそうじゃないことをね、はい、祈って。これ100も一緒に消えちゃうよな、100残ってたらワンチャンあるけど、100も一緒に多分これついちゃう。ついちゃうよね。朝一はねこの白の部分のあれがモード A 否定にはなんないんだよね。わりかし朝一この2桁で全長入ることあるんだけど、まあ余裕でとまではいかないけど、そこから A 点とかね線まで行くこともあるんだけど、
ただ朝一リセット時以外はおそらく、この白、まあ、2桁のところだけじゃなくて白でつけば B 以上だと思うんだけど、朝一だけはここからでも俺これ全部ついて天井まで行ったことあるからね。何やそれと思った。全部マークついて何やってたんと思った。上がったかな、300かな。早速ブブブに6らしき台が出てきちゃったな。稼働さんの台が、うわ追撃した。ワンチャンスない。あ、重短縮ってことは400スタートか。くそ、さっき C のパワーかな。めちゃめちゃ明るい。ミミズまである。まだボーナス引いてないからミミズには行ってないけど、いやでも珍しいからミミズではないか。ミミズは別に珍しい動きしないし、100か2桁かどっちかだけど2桁である。よし、やっときた。てかもうこれでしか当たんねえわ、きついな。さっきさっき9枚、さっき全外し、ミミズチャレンジ。あ、当たった。あ、これで当たるんだ。いや、まあこれ確定じゃないと思うけど。あ、当たる基準で。あ、テンパヨン多分トゥルルトゥルルって俺を通してミミズチェックをしたいな。スーパーまで持ってって。マリエ覚醒かかってる。まだワンチャンある、まだワンチャンあるけど、もうこれすんごいヤバい枚数だけど、こっからラスト10ぐらいからこれね、この煽りでね、ホールド1回保証あるんで、これ白枠なんで、これ行かなかったら一旦これ回避した。でもこっからまたね、煽りが来なければもうマリエあと3ゲームぐらい。おおおおおお、ここで行かなければ、これは避けたろ、これマリエだろおそらく。実戦上ラスト6ぐらいまでの間にホールドしなかった場合はもう一回ホールド保証あって、はい、やりました。弱者1回引いててホールドしなかったんだけど、これ設定差あるやつだよ。ミミズじゃなかったらマジでワンチャンあるわ。とりあえずこれでラッシュ確定ですね、はい、でゼロで、はい、暗くなってナビ出てんのに暗くなってる。これマリエ覚醒ですね、はい、これ設定差のあるマリエ覚醒です。革命ボーナス当選時の、6% から 13% だっけ。いやー、ちょっとこのお店正直設定バルブレイブにどうなのかなっていうところで、この台とか過去最高枚数が1万1000枚ぐらいで、隣の台も過去最高1万1000枚とかだから、正直ブリブリに6使うみたいな感じでは、まあ過去最高データを見る限りではもちろん1万6000枚出てるのもあるけど、過去最高でそれってことを考えると
やっぱりそんなにバチバチに6使うっていう印象はないんですよ。まあ、このお店来るのは2回目なんでまだ本当に全然情報はないんですけど、ただ朝一とりあえず角さんの2個隣の台がラッシュ10かな、ラッシュ10で終わって3500枚ドライブ3発飛ばしてて50、100、200かなで飛ばしてて、でも正直まだ変な話設定1の可能性もあると思ってて、その要は使わない店だった場合、要は設定1だったら10の3って、まあ10の3ではないか、実際ラッシュ3から始まってるから多分7の3とかで言ってるんだけど、設定1でも7の3になることって薄いけどゼロじゃないからっていう状況の中で、このクソ久々に引いたわ、マリエ覚醒でしょ、だからねミミズだとねあったりするんだよね。これは京都レアクだったらストック、ああ惜しい、あの革命ラッシュの V ストック1個取れるんだよということで、もう全く足りてないところから設定差のあるやつで到達からの、これが終わったら2-2、これがまあ使う店か使わない店かと、次にこの台があるかないかっていうところで、使う店だってなったら2個隣の台はさすがにあるんで、あとはちょっと他の台の動向も途中見ながらだけど、まあまずはね、まずはこの台がミミズが全く否定されてないんで、まずはねここで継続で、あとなんかミミズミミズって俺がよく言ってると、なんか革命ラッシュもう腹切りチャレンジ恋愛区なしで継続した瞬間ミミズ否定じゃないのみたいなコメントとかもあったんですけど、まあ実践上そんなことはないです。恋愛区引けばもちろん継続だからミミズの判別はできないんだけど、恋愛区なしでもちろんミミズは終わりやすいけど、V1 個とか2個目とか割と取れちゃったりするんで、別に1回でも継続したらもうミミズ否定とか全然そんな甘くないです、はい、ミミズでもたまにちょっと優しいミミズだと普通に1回とか継続させてくれたりして、2回ぐらい継続することもあって、そこで恋愛区で3発目取っちゃったらスーパー入っちゃっておみたいな、はい、まあまあいい、とりあえず絶対に続かせる、でででダメ、チャンス目 A の場合はならないんで、ならないことあるんで、まず1個で、もちろんただミミズでも継続することあるって言ってもやっぱり全然しないこともあるというか、しない方が多いんで実践上なんで、やっぱ1個こうやって継続しただけでミミズの可能性は下がりはするけど、あもうミミズ否定ですとはならない、そこまで甘くない、ファーストチャンスをしっかりとスーパーまで仕上げる、はあ確認したい、ちゃんと確認したい、さああと一発よ、一発よ、今日一番に大事かもしれない、もしかしたらここを通せなかったばっかりにみたいな後悔はしたくない、入れて、ドライバーよーし、やちょ下のやべ、ちょ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 今下のさ壊れちゃう、ちょはあとでここでスーパー入ったよしじゃないのよ、ここでドライブをね狙っていってね、で来た来た来たって言いながらこっそりと追撃をね、上がる、俺今のところ300が1回しかないの、200はまあ何回もあるけどマックスが300、それ1回しかないの、
力破壊したわ、破壊の神だわ。こっからだってこれだもんね。もうどうでもいいわ。こっから今俺が撮ったあのシーンすごいよ。だって VV だからね、ここついてなかったわけですから。スーパー入った1個目や。これ完走までいっちゃうかな。これで2000枚でしょ。1000枚入ってるから3000枚、だからギリギリいかないかな。ということで日本全国のカバネの皆さん、私この、まあ、ワンレバーとまではいかないね、まあ、ドライブからの、まあ、4レバーぐらいでカバネリの設定6の1日分出ましたけど、はい、これでもう出ちゃいますけど、それでもお前らはまだカバネリを打つの。いや、いいんだよ、いいんだよ。カバネリを打ったらいいと思う。打ったらいいと思うけど、聞いてるだけ。聞いてるだけ。まだ打つ、カバネリ。もうこれで、ね、300ゲーム後には、まあ、回転して1時間15分。あと、ものの15分。もうちょっとしたら、回転2時間弱で、カバネリの1日分が出ましたけど、はい。まあ、まだカバネリを打つっていうんだったら、別に、まあ、止めないけどね。止めないけど。俺は止めないけど。まあそういう人もいるんだ、バルブレイブ打ったらいいのに。ああもう幸せ幸せ。これマジで今日、まあまだ俺はね言うてこれ1の1でまだ分かんないけど、ただ十分な可能性、俺だけだったらまだあれだけど、やっぱり2個左の7の3が効いてることを考えると、でかつマリエ覚醒でしょ、現状積もってるんよ。お、完走ここで、これ最終ゲームで、初当たりだから V ストックあるのよね。だから、まあ、ギリギリ枚数的に今3000枚でちょうど1000枚ぐらい入ってるから、まだ余裕あるかなっていうところで完走なんで、ちょっとうまいね。あ、そうだね、今2000枚だからぴったり。有利期間は1回も切れてなくてここで切れたんだけど、これでもまあ、あの画面で消えたから、まあそういうことか。400枚も残ってて完走なんて、なんかラッキーですね。で、まあ、V ストック分でね、50引っ張ってきてもギリギリ届くかどうかぐらいだから、玉井で2000枚で完走してくれるのかな。あんまりね、この台、やっぱ有利期間をザクザクに切るから、完走ってなかなかしないんだけど。さあ、人生2度目の完走で。はい、さあ、こっから。これで終わるとかマジで全然笑えねえから。おい、きっしょきっしょきっしょ、ワールドレコードみたいの出たけど、きっしょ、そんなことあんのかよ。もうマジでキモいわ、マジでキモいわ。なんやそれ、ストッパーかよ。で、あの終了画面激レアだな。ラッシュ4で終了ってありえないことだから、本来ではラッシュ4って革命ラッシュ、スーパーに入ったタイミングだから必ず V ストックがあるんだよね。今みたいに有利区間を自力で切って、要はエンディングを迎えることによって V ストックのを消さないといけないから、だからマジでラッシュ4での終了画面って超激レア。ただ AT5 でここで前兆来てくれたんで、とりあえず A は否定されそうだから、いやまあ設定あってもいい気してきたな。66ゲーム目でーん、きっしょ、マジで反発か。
ヒューマン。紫のコナン、お、このテンパよ、はまったはまった、すごい、これ奇跡、あと1枚なのよ、だからベルじゃないのよ、だから1枚役でもいく、これ初めてだわ、俺これ初めてだわ、ナビ出てないっしょ、でも共通でも基本ナビ出るから、これラスト1枚になったから、これ1枚役で、これ俺生まれて初めていた、これはすごいよ、あと1枚だなと思ってたんだけど、リプレイで終わったらもう最悪だったんだけど、まあ、2個左、今2以上出たから、これではもうあるってことでいいですよね、さすがにドライブ3発飛ばして2以上出てれば、まあ本当に6まで見えるということで、この店はブブブに、まあ普段は知らんけど、少なくとも今日は使ってることがほぼほぼ確定的になりましたんで、大事なのはここ、普通のトゥーンをやってねえからな、ナイス、通せねマリエ、マリエ持ってきたのはでかい、これはボーナス、革命、まあ、まずはまだ当たってないな、まだ当たってない、まずは当てて革命、当てかく、いや1ゲーム早いよ、1ゲーム早いとは言わせない、ボッキーは別にビッカクじゃないんだよな、よし、いいぞ、
ールド。よし、あの先煽りってあったもんな。よし、3の3か。よし、ただまだよ、意味ないからね、これ通さなきゃ。スーパーまで。ここで1回も継続できなかったら今日は多分ね、ダメな日。悪い流れの時はここで終わる。逆に言えばこれ通せばワンチャンある。いやでかいな、レア役で通すのはマジででかい。組み合つ、あと1本油断すんな。チェリー、よし、からからのあるよ、またあるよ。あー、ない。あー、ノードライブ 100% だったのにな。ドライブ腹切りドライブ 100% だったのに 50% になっちまった。これはちょっとマジで少なくとも今日の時点で、まあ、2個左の台2以上が出てもうドライブ3発飛ばしている台を筆頭にこの台もで、あそこの台も後ろの台もあのマリエ覚醒入ってて設定差のあるで、今ドライブ飛ばしてラッシュ7にして、あのこのドライブの具合で奥にもちょっとドライブしてる台があって、ただやめられてる台ったら左の台とかもねラッシュすら入らずにやめてるし、この感じあのまあまあ私ブブブの強い店っていうのを行ったことあるんですけど、ちょっとね同じ風味を感じてます今このちょっとドライブの具合といい温度感がね。あとは何よりも2以上出たっていうのがでかいのよ。もちろんね2の可能性もあるよ、あるけど、ブブブやんない店ってマジで別に設定1でいいから、しかもそんなに2以上が出やすい台でもないから、サミーのドートロみたいなのとは全然違うから、わけがだから別にそんなのブブブなんてベタピンでほっとけばいいのよ、やる気ない店はね。で2以上出つつこのドライブの全体的な具合を見たら、これ今日ね半しごろか下手したらもっと休めで半しごろぐらい本当に可能性としてある。なんだったらただゴールデンウィークだから半しごろとかやるんじゃなくてもうちょっと台数絞るけど6っていう、もう4とか5じゃん、もう16で、でも6をそこそこの本数入れてるとかもあるし、ただ少なくともこの感じはやる気を感じます。店が今日はブブブを出すぞっていう、あードライブだ、あーもうあれで、もうさすがにあれで、やっぱその1回だけドライブラッシュ15でドライブ1回じゃ分かんないな。6でもそうなるし1でもそうなるし、ただみんなまだラッシュ10以内にドライブを複数持ってきてる台が1台じゃ分かんないけど、それがマジで複数ある。ここから見える範囲で3台ある。これはもうねやってますね。これだいぶだから安心していい反面、とにかく俺も
正直ラッシュを続けさえすれば正直万枚今日簡単に出ますわこれ。だあとは本当にここを伸ばすだけ、もうただただもうドライブがどうこうとかじゃないわ、もう本当にドゥーンさえ取ってくればあとはもうドライバーついてくるから。これマジで今日やってんな俺。ガイも北斗どうなんだ、ちょっと呼んできてあげた方が絶対これアキラの中にもあると思うからね。はいはい、本物ですね、さすがに本物ですね、本物ですね。あのねこれはね本物てか6、いやこれね6かもわからんわ、なんか6、いやこれちょっと待って、これねちょっと打ちこ、ちょそこら辺で暇してるやつに全5万ずつ渡して打たせようかな、マジでこれ埋もれてるよ、6が、これ6が埋もれてる、まだ4とか5じゃない可能性ある。いやとりあえず今は12時半、まあ9時オープンだから3時間半経ってやっぱブブブ、朝はパッと埋まったんだけど隣の台とかももうボーナス1回引いてやめてって、もう何にも別にミミズとか何でもなくね普通にやめてって、で空き台もちょろちょろ出てるんだけど、もうね打ってる台、スーパーに入ってる台がパッと見た感じスーパーに入った全ての台がドライブも複数回やってんだよ、30連40連じゃなくてね10連20連の間にやってて、でマリエ覚醒もこの台ともう1台入ってて、で2個隣は2以上出てて、これマジで今日ちょっとねやってんだよ、やってますよ、この店リストに入れないと、バルブレイブに設定を入れる店リストに今入れた俺。なるほどね、岐阜にはこんないい店があったか。初めての10ゲーム、10ゲームが1回来るまでにドライブ3発来たわ。いいよ、ここでラッシュをショボレで終わらせるやつはダメなやつなの、設定が見込めるこの状況でラッシュを伸ばす、ナイス、いいよ、いやこんだけ長かったチャンスと思う、テロン、はい、うわー100の振り分け強すぎる、やべ楽しい、脳がいかれるわ、もう6だ。今のさちょっと思ったんだけど、言う前にレバー叩いちゃったんだけど興奮して、ティロンってなって、今ティロンでも確定してるわけじゃん、でティロンってなった後に第2第3で消えなくて第3停止から遅れでトゥーンって言ったじゃん、要はあれ確定が2個入ってんだよね、2つ混じってて、それドライブじゃねっていうちょっと思ったんだけど、言わずに叩いちゃったんだけど、ちょこの後も注目だ、その複数パターン、マジで続かねえ今日、66、よし帰ってきた、いい席だわ、帰ってくると思ったんだ、ドライブまである、びっくりした、びっくりマークでびっくりしたわ、よし耐えた耐えた耐えた、ボインレー
だこれでってるんとかさ、複合あんまり見ないけどね。さっきのも複合してたのもわかんないし、テロンってピロンの後に遅れて消えるパターンっていうのもまあちょっとなんとなく思っただけだから、今後ちょっと今日はでもこいつはいいドライブ持ってるからサンプルがいっぱい取れそう。いやだ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 、てんてんてん、もうなんでな、どうして俺こんなに継続できないの、意味ねー。いやー66てん、意味ねーわー、マジでラッシュ弱え。よし頑張れ、ハマったよ、またマリエ覚醒チャンス。ひどすぎる、ひどすぎるけどこっからマジでもう頼む、お願い耐えろ、来るな。いやこれこれ良ければ激アツ。あともうもう、いやこれっていう、よし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 、来たろ、もうないよな、もうない、よし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 、ホールドなし、マリエだ2発目。よし、いやもうこれをこれでマリエ覚醒とかコスパ高すぎるでしょ。圧倒的に足りてないからね、この圧倒的な不足分をこのタイミングでマリエッタ行けてるときは、まあ、もちろんマリエじゃないからホールドしてるのもあるけど、今回もレアエクゼロでそもそもホールドのチャンスなんてなかったレベルで、いや今日はここはうめえんだよな、革命ボーナス4で、いやてか、まあ、もう本当久々にこれもうブリブリの6っていう感じ、なんかもう4とかじゃなくてもう6だよね。革命ボーナスが4回で決戦がまず1回、もう革命と決戦の比率も素晴らしくて、革命4回中マリエ覚醒が2回、もう完璧な6って感じだな、これをマジで通してなんぼだな。革命ラッシュ、マジで革命にやってるな。
あ？いや。よし。OK。あ、これで1回引くだけでしょ？あと5ゲームで。もう絶対いったわ。これいかんかったら、あれするわ。ああ、そもそもこいつがいっぱい持ってたわ。ねえ、効かねえな今日。ここで勃起しねえな。よし、わあ、ラストチャンスかもしれん。これがまずはチェリー。ない、ない。ああ、気持ちいい。ああ、これいいか。いかねえな、ここで。66、頼む。よし、帰ってきた。世界で一番気持ちいいやつ、世界で一番気持ちいいやつ、世界で一番気持ちいいやつ来た。あー、世界で一番気持ちいい。引き戻しからのドライブとかもうこれがやりたくて打ってんだ。あー、もう世界で一番気持ちいい。これもう一番注意しないといけないとこなのよ。キモすぎるんだって、これ本当に。今日これ多すぎるわ、もう本当無理だわ。やってるわこの台。やめまで視野だよな、もうなんか。本当に何やってんだろう俺。いやー、入れたい。3000枚以上飲ませてる。さあ、そろそろ9ぐらいから檻が来る。10とか9とか、こっから檻が来たらもう厳しい。この次ゲーム、ここ来なかったらマジあっち。あー、来ない、もう一回待って、これ来なかったらマジあっち。うーわ、もう最悪だこれが。まあ多分ダメだな、これホールドしちゃうよな、これが多分。ほら来た。うわ、来ない。うわ、4回目来た。ダメだ、最低です。シンプルにホールドしてないだけだったっていうのが本当尺だよね。こんなにさ、これ奇跡の伸びない。終わり。田村、もう時間がない。ラストチャンスか。人間と一緒に暮らそうと思
悔しいけど。左引きたかったな、左で一発で決めたかったな。共通これで 75% 2発左側のイメージ、パーフェクトプレー。これね、こっから負けた時本当にイライラするんだよね。右のイメージ、まあそうなるんだよね。右のイメージ、右のイメージ、右のイメージ。ラストチャンス、2以上最悪だ。ということで午後8時前の店内状況を見ていきたいんですが、多分今日ブブブ全仕事ぐらいあると思います。俺が打ってた角、まあね、ちょっとグラフ的には悲しい感じになっちゃいましたけど、6800枚出たとこから結局4000枚ぐらい飲ませましたけど、6でいいと思います。これも朝一スコーンと3500枚出てから、そこから6000枚ぐらいこれへこんで、はい、でもこれもドライブ的に6でいいと思います。2以上も出てます。これが一番 6です。はい、これ一撃なんですけど、はい、もうドライブしか来なかった。あ、これシゴル角出てる。この辺も確かね、あ、これか、これが7500枚出てて、これもドライブの鬼で、確かこの辺もシゴル角出てるって言ってたんだよね。これか、これと、いや、なんか並びでシゴル角出てるって言ってたから、これとこれかなか、これとこれか出てて、はい、まあまあ本当にバチバチに、しかも多分6までしっかり入ってる感じで、だとカバネリとね、あ、北斗もね、あ、これ上に枚数出るんだね。これはやってるよ。7400、8000、7500、5500で7000、3000、5000だから、多分こういう上にね、数字最大枚数出てるカウンターって皆さん見たことあると思うんですけど、1800とか3000ぐらいはまあよく見ると思うんですよ。でたまに5000とか6000って見ると思うんですけど、含有量が違いますよ。22台で5000枚オーバーが1、2、3、4、5、6台で5000枚1台で、あと7000、7000、8000、8000、8000とかなんで、さすがに22分の4、5、6台が5000枚オーバーで3000、2000、2000っていうのもあることを考えれば、まあ、いや、ゴールデンウィークなのにやってますね、ちゃんと。7000が空いたけど、もう打てないわ。あ、もう1個あったわ、6000があったね。あ、結構北と奥まで、あ、7000、あ、これ7000は次はあれだわ。あ、すげえわ、もう待って、1、2、3、4、5、6、7、8、22分の8が5000枚オーバーで、だ3台に1台以上かで、3000も合わせたら半分だね。うん、あ、これはやってますね。で、ゴブスレが7000枚、万枚、8000枚、8700枚、4000枚。いいね、ゴブスレ少ないからね、台数。4、5、10台か。10分の4でしょ。いいね、スマスローマジで強いね。だとカバネリもね、途中でグラフ見たときにね、なんか3台並びでね、すげえ出てるところがあって。拡大係数でちょっと人が変わっちゃってね、今。なかなか分かんないけど、カバネリも多分ね、グラフで見たら半分ぐらいプラスになってるんで、はい、ちょっと見方が分からないんで見ないけど、良さそうな感じはします。あとね、グラフ見てたら鬼武者もだいぶ良さそうだったのよ。あ、これが4000枚か。で、これが3000枚。で、回数的にこれも人変わってるね、多分もうちょっと出てると思う。うん、で、2000枚、1500枚か。結構良さそうですよ。ということで、久々にもう真っ暗になってしまって、正直もうこの後のことが心配です。本日ゴールデンウィーク最終日、今時刻は夜8時で、新幹線の予約してないんですけど、果たして
席は空いているのかという不安は後に取ってきまして、今日の振り返りなんですけども、岐阜県ですね、2回目になりますプレイランドキャッスル大垣店、はい、やってまいりましたけれども、今回はね、前回の失敗をしっかりと抽選を受けることに成功しまして、いい番号でバルブレイブ行ったら、終わってみたらですよ、ブブブマジで全四頃まで見える、全四頃じゃなかったとしたら半6ぐらいあるよ、久々に見ましたね、あのね、これが6だっていうレベルのドライブ、なんかね、13.4% とか 15% とかじゃないのよ、マジで 20% を超えるドライブがマジでいっぱいあった。なんで早々にね、早めにもう6を確信して分回して、結果はまあ確定画面的なのは2以上しか出てないですけど、周りの状況と、さらにはもう革命ボーナス初当たりが7回で、決戦3回で、革命ボーナス7回中マリエ覚醒のね、設定されるやつが2発来て、でドライブが結局ね、これスーパー3回今日やってるんですけど、なんと腹切りドライブの分母20回しか取れてないんですよ。3回やってスーパー3回で20連っていう、マジでしょうもない、本当にこれ痛恨なんですけど、でその20回中5回来てる、はい、ということは1/4 25%、まあサンプルが少ないんですけど、まあマリエ覚醒から見て、でまあ2以上も出て、まあトータルで考えて、で周りの台見て、まあ本当に久々にね、6を完全に確信したバルブレイブでした。で投資2万2000円で、最盛期で6800枚あって、ただね、その6800枚も正直全然足りてないの、なんか気分よく出た6800枚じゃなくて、だドライブめちゃめちゃ来てんのにラッシュ10で終わって3000枚みたいなのを2発やって得た6000枚だったんで、正直全然こう物足りない、やれてなさすぎて、なんか焦りを感じた。だ正直普通にちょっといいラッシュの引きしてたらマジで倍出てて、本当に万枚なんて余裕で超えてていい、あれが設定6かっていう感じだったのに、ラッシュ伸ばせないばっかりに、はい、ただね、初当たりが軽かったからちょいちょい右肩でいってたのが最後ね、はい、まあバルブレイブのいいところと悪いところ見れましたね。結局6800枚のところから、もちろんね、6って分かってたらそりゃ終電近くまで行きますよっていうねところで打った結果、4000枚飲まれました。ただまあプラスはプラスでね、まあ別に正直今日のもう6の部分は勝ったとか負けたじゃないんで、コンプリートするかしないかみたいな、まあ一応途中に万枚出るか出ないかぐらいのラインが1個あって、あとはコンプリートするかしないかみたいなとこなんで、まあしませんでしたっていうことで、最後回収が2700枚ということで、うん、まあそんな感じで、ちょっとコンプリート本当に数字的にはね、マックス6800枚で4000枚飲まれて全然惜しくないんだけど、一番今までで惜しかったかもしれないぐらい一番思ったな。でも今まで結構打ってきて3番目ぐらいにコンプリートをマジで今日意識しましたけど、ちょっとやっぱあと一噛み合いですね、ラッシュが伸びるという噛み合いがあればマジで行ってたと思うんで、まあ当然コンプリートなんてね、2万枚なんでね、はい、全てが噛み合わないとさすがに出ないんで、まあまた次回への宿題ということで、ブブブーゴブスレ北斗、これマジでやってましたね。はい、出方がマグレ吹きでもちろん出る台ではあるんだけど、マグレ吹きの次元をちゃんと超えてて、あ、入ってんだっていうのがね、分かる状況だったんで、これはぜひともまた来たいですね。はい、ぜひともまた来たい。てかゴールデンウィークでこれだったら普通の土日とかもっと出すんじゃね、ゴールデンウィークなんてね、やっぱ抑えめなところ多いから、だからもうまたぜひ来て次こそリベンジしたいなという、そんな岐阜県、今のところまで予定決まってないですけど、もしかしたらこの動画が上がる頃にはスケジュールにもしあれば無事帰り咲けたということで、はい、まあ、そんな感じで今日のお店すごい良かったんですけど、他にもねいいお店いっぱい行ってますんで、ぜひ遊びに来ていただければと思います。はい、とりあえずまあゴールデンウィーク結局勝ちで終わったっていうことでね、はい、良かったということで、また次回頑張ります。お疲れ様でした。